ほー、エリカンです。はい、今日はオフモードのエリカンということで、まあオフモードで今日は喋ろうと思います。で、タイトルとサムネの通り訓練校に YouTuber がバレたっていう動画をちょっと投稿しようと思います。まあね、なんとメインチャンネルが確かね、バレちゃった。で、なんでバレたかっていうと、面談があるんですよ、個別面談。その時なんか趣味とか好きなことを確か聞かれたのかな。まあそういうの聞かれて、そういう話題になっちゃったじゃないですか。で、うちアホなんですよね。あのね、チャンネル名は言ってないけど、趣味で動画編集していますって言っちゃったんだよ。言わなきゃよかったあ、もしかして YouTuber って聞かれたのかな。あんま覚えてないんだけど、まあその時多分うちバカ素直だから、やってまーすみたいなこと言っちゃったんだと思うでももちろんチャンネルも言ってないよ。で、うち当時は絶対バレるわけないだろうって思ってたのよ。でもバレちゃったんだよね。なんでバレたかっていうと、私境界線機能あるじゃないですか。なので多分スタッフさんが興味、うちのハンデについて多分いろいろ調べないといけないじゃないですか、ネットとかで。で、その時境界線知能って検索したら、その時に多分 Google で検索した時にヒットしたんですよね。で、うちの動画が多分出てきたんだと思うんですよ。それでエリカチャンネルの存在をバレちゃいましたバレちゃったなってうち感づいたかっていうと、なんかね、江ノ島動画、あの投稿してた時あったじゃないですか。多分見てくれてる方は知ってんと思うんですけど、その動画を投稿した次の日、なんかスタッフさんがなんかすごいニコニコしてて、あの江ノ島どうだったみたいなこと聞いてて、でもやけにおかしいな、なんで江ノ島のことそんな覚えてんだろうってうち感づいちゃったんですよ。で、ひらめいた、あ、この人うちのこと YouTube 特定したなってもう分かっちゃいました。はいそのスタッフさん、まあ講師なんですけど、講師になんて言うんだろう、 YouTuber やってることは誰にも言わないでくださいねってうち事前に言ったんですよ。で、その講師ね、その時は、あ、分かった、じゃあスタッフ誰にも言わないよ、みんなに秘密ねみたいなこと言ってたのに、あのね、スタッフにね、情報共有でバラしてました。はい。で、なんでそれに分かったかっていうと、最近新人のスタッフさん、新人講師が何人か入ったんですよ。新人講師の人が、ねえねえ、もしかして YouTuber やってるって聞いてきたんですよ。エリカちゃんに似てる人見かけたよって言ってて、で、うち、あ、バレたなと思って、そんな人いるんですかねとごまかしたけど、多分バレたかもこの訓練校に YouTuber やってるっぽい人がいるんだよねって言ってたんですよ、その新人のスタッフが。多分、はい、すごい好奇心旺盛なスタッフがいて、そう、素直に YouTuber ってなんか聞いてて、そうで、うち思ったんですよ、あ、あの講師バラしたなって普通にバレても訓練校スタッフだってオフモードになるじゃないですか。オフモードの時に、あの、わしの動画でも見て元気になってくれればいいかなって思ってます。はい、もうバレちゃったもんはしょうがない。もうね、 YouTuber ってやっぱバレやすいので、障害とか検索したら絶対うちヒットして出てきやすい人なんで、はい、例えば境界線知能って検索したら絶対私がもう出てきちゃうので、もうしょうがない。そう、なんて言うんだろうな、本当にこれからもまあほどほどになんかオフモードの時にまあ楽しんでくれればいいかなって思ってます。はい、まあスタッフたちもなんか暗黙の了解で、あんまり聞かないようにしてくれてるので、まあ本当助かりますねあ、さ、もううち恥ずかしいんですよ。なんかさ、春コーデ紹介とかあるじゃないですか。あれをスタッフに見られたってのを考えると、もうくっそ恥ずかしすぎて、もうやだー、恥ずかしいマジ恥ずかしいんだけど、超やだあれをスタッフがお家に帰ってる時に、オフモードの時に見たんか、もう恥ずかしいな。で、YouTuber やってる人に伝えた、あのね、マジで YouTuber やってることね、あんまりバラさない方がいいと思います。はい、後でやりづらくなります、ほんと。あのね、信頼している友達にはバラしていいけど、全員にはマジでバラさない方がいい。うちもね、全員にはバラしてないです。自分の素を一番覗かれてる場面だから、バラすかバラさないか、まあ自分次第でって感じです。でもやっぱね、数人にはバレるとね、ちょっと気が楽よ。やっぱあの、ほら、理解してもらいやすい、自分のなんていうことを知っていただけるから、なんていう、ちょっと気は楽ですね。まあなんだかんだスタッフに、まあ、バレてもよかったかなってうちは思ってます。まあスタッフたちがなんかオフモードの時は楽しんでくれたらいいかなって思ってます。はい、ってことで、今後もね、まあ、変わらずエリカチャンネルらしく、エリカンらしい、あの、動画とか投稿するので、よろしくお願いします皆さん。はい、ということで皆さん、この、あの、オフモード動画見てくれてありがとうございました。この動画がもしよかったらチャンネル登録よろしくね。ということで、次回のロクチャンネル登場、バイバーイ。